日本労働総同盟は戦前の日本に存在した労働組合の全国組織。略称は総同盟1912年に結成された UI 会は次第に左翼化し、1919年には大日本労働総同盟 UI 会に改称した。また、反社会主義的な態度から社会主義の立場に変化していった。1921年には、 日本労働総同盟に解消された。関東大震災後、内部で共産主義者と社会民主主義者との間の対立が先鋭化した。総同盟は日本共産党の党員を除名し、1925年に総同盟は2つに分裂。共産党系は日本労働組合協議会を結成し、総同盟の勢力は半減した。1926年には、 第二次分裂により日本労働組合同盟。1929年には第三次分裂により労働組合全国同盟がそれぞれ結成された。この結果、総同盟は社会民主主義勢力の右派と位置づけられる立場となり、現実主義、反共主義、労使協調主義を掲げて運動を続けた。1932年には全国労働組合会議。 日本会員組合など11団体28万人からなる日本労働組合会議の結成により当時の労働運動の最大勢力となった。1935年に中間派の全国労働組合同盟と統合したが、1937年の日中戦争では、政戦に協力するためにストライキを絶滅させると宣言し、日本の軍国主義に協力した。 戦争が進むに従って、左翼労働組合は次々に弾圧されて崩壊していく中で幹部は戦争政策に協力した。1939年7月、産業報告会との統合に積極的だった中間派の全国労働組合同盟が分裂。全道は先に産業報告会に参加。1940年7月、日本労働総同盟は 自主解散し、産業報告会に組み入れられた。ありがとうございます。